名前は中村健太です。年は20歳です。出身は那覇市で、バスケ経験は10年ぐらいですね。はい。小学校の頃からバスケットを始めて、5年生から始めて、6年生の頃に全国優勝することができて、で中学校に入って中学校最高の成績は九州3位なんですよ。で県で選抜にも選ばれたことがあって、その時は全国3位だったんですけど、それが中学校で一番最高の成績で、で高校に入ってからは興南高校なんですけど、インターハイとウィンターカップにも出ることができて、最高は全国16位ですね。やっぱりバスケットは自分は技術ではないと思うんですね。大事なところはやっぱ気持ち、泥臭いプレーできるのが一番勝ちにつながるプレーだし、一番バスケの見どころだと思うので、かっこいいプレーじゃなくて、技術じゃなくて、気持ちの面での強い人がやっぱり勝つと思うので、周りの人に気持ちは負けてないぞっていうの、あの人誰って思われたくないので、1対1は自分の腕次第なので、自分をどれだけ信じて自信を持ってプレーできるかが、それワンワンの大事魅力だし、大事なところじゃないかと思います。みんながどんな戦い方するのかなっていうのは自分の中でも興味があって、あやっぱみんなスタイルも違うし、体型生かしてバスケしてるなっていうのは自分の中でも感じたし、体型生かしたプレーを試合でも使っていくっていう面では、自分この大会では勉強になったと思います。自分はあまり身長大きい方ではないんですけど、バスケットポジション的には身長はなくてもボックスアウトとか、そういうやっぱり泥臭いところで頑張る人で、点は取れなくても点を取られなかったら勝てると思うんですね。1対1っていうのは1対0でも1点でも取られなければ勝ちなので、10秒、1点のビハイ、うわ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 、レッツレッツ、8秒、レッツゴー、応援のおかげで立つことができました。本当に応援ありがとうございました。地面より大きい相手を抜いて下からシュート決めた時っていうのは自分はとても好きで、自分より大きくて才能もありそうって思った人を倒していく快感っていうのは自分は楽しいです。自分はやっぱりこういう大会出るのも初めてなんで、まあ、自分が興味本位で出たこの大会なんですけど、まあ、プロの人とできるっていうのはとても貴重な経験だと思うので、もう自分の今までの努力とかやってきたことをぶつける気持ちでやっていって、沖縄代表っていうのを誇りに持って戦っていきたいと思います。